ボンジュール甘く優しくね、いつだってどこだって君を応援してるよ。ボンジュール魔法にかかって、どんな恋もどんな夢もその手の中輝くよ。講師はすげえな。ディル鈴木先生、かわいすぎ。私風邪ひきそう。本当にお菓子作りが好きなんだ。光月くん、私にも何か手伝わせて。ああ、言っただろ、俺一人で作るって。でも二人で作業した方が効率が。あら、ごめんなさい。最新の泡立て器の使い方にまだ慣れてなくって。椿さんは悪くありませんわ。仕事もせずにぼーっと立ってる方が悪いんです。え、さよりさん何もしてなかったの？おい、早く立て。次はフルーツの用意だ。手伝え。ありがとう。なんですの、あなたたち。三宮財閥で一人ずつ。うるせえよ。お前は泡でも立ててる。ほら、急ぐぞ。うん、わかった。なんだよ。いいとこあるじゃないか。よし、クリームはできた。メレンゲは？もうできてる。じゃ、混ぜてくれ。わかった。味見してもいい？ああ、どうだ。もう少しオレンジの風味を効かせた方がいいかも。あ、ごめんなさい。じゃあお前がやってみろ。え、いいの？ああ、絶対おいしいクリーム作っちゃうから。いただきます。おいしい。この学校に入れてよかった。大げさな。あら、ここにいたの？何よ、幸せな時間を邪魔しないでよ。私のケーキを食べたらもっともっと幸せになれるわよ。あんたの誰も取ってくれないんでしょう。そんな減らず口はこれを見てから言いなさい。何それ、見てわからないの？イチゴのキャビアのミルフィーユよ。あんたこそこの学校にコネで入ったんじゃないの？カモのオレンジソースとか甘いものにしょっぱいものを合わせるのは世界の常識なのよ。でも普通海産物は使わないよ。オレンジシブーストマロ。すごく美味しい。オレンジとキャラメルの相性がぴったり。なんか元気になれる味だね。まあまあね。でも私がパリで食べたものと比べたらまだ全然かしら。皆さんお待たせ。僕たちのお菓子も出来上がったので食べてみてください。美味しいからってびっくりしすぎないようにね。ブルーイエローコレクションナンバー2、春桜マロ。すごい、この細工本物の桜みたい。こんな和菓子食べたことない。ブルーイエローコレクションナンバー3、ムラングシャンティマロ。こんな素敵なムラングシャンティ初めて見たわ。まるでおとぎ話に出てきそう。ブルーイエローコレクションナンバー4、チョコレートフルリールマロ。なんて繊細なデコレーションなんだろう。本当にこれがショコラなの？さゆり、ちょっといい？え？あんた、さっきから見られてるよ。誰に？教頭先生？やっぱりさゆり、目つけられちゃったのかな。教頭先生、私を特待生にしたこと、後悔してるのかも。愛しくて愛しくて言葉じゃなくて、このチャンスに願いかけたよ。いつだっていつだって本物だけをまた作るよ。届いている